2021世界クラシック音楽夏季コンサートが大穂劇場で上演されました。登壇した音楽家はすべて上海愛楽協会新天地楽団のメンバーで、平均年齢は65歳です。2時間のコンサートでベートーベンのバイオリン曲ロマンスヘ長調やバッハのブランデンブルク協奏曲第4番など世界の名曲12曲を演奏しました。古典音乐呢他有很多的经典的作品，很多就是没有机会演奏。那么现在呢，我们因为自己有了室内乐团之后呢，再有这些经典的作品，所以我们呢就集中呢就做一台。新天地楽団は2016年に設立し、30人余りのメンバーは年齢や職業は全く違いますが、古典音楽を愛する人ばかりが集まっています。毎週木曜日のレッスンは今まで一度も中止されたことはありません。レッスンは誰でも無料で見学できるので、先輩たちの努力に感銘を受けた若者が次々と入団しているそうです。若者の入団は楽団に新風を吹き込んでくれるとメンバーの一人で中国で最も有名な音楽家、賀緑庭さんの娘、賀燕燕さんは話します。年纪大的他有很多经验，但年轻人呢也需要就是年纪大的来带他们。但是年轻人他有活力，那么跟年纪大的合在一道就是互补了。このコンサートの演目は今後無料で演奏されることになっています。